頭から血を出してもうぐったりした状態で、しかもこうトラックに突っ込まれてる側だったので、まあ、パッと見は本当に挟まれてるような状態だったんです。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は私が体験したお話をもとに、ちょっといろいろ皆さんに考えてほしいな、気にしていてほしいなということをお伝えしようと思います。脊髄損傷は国内では年間5000人、まあ、軽度から重度までなると言われています。その原因の中で1位が交通事故、2位が転落、3位が転倒というような順番でなっているんですけども、私の原因は転落ですが、私が入院していた時に一緒に入院していた若い子たちでもやっぱり交通事故が多かったですね。まあ、特にバイク事故、まあ、自分でっていうのもありましたし、巻き込まれトラックから突っ込まれたっていうこともありましたし、まあ、あと普通に車で運転している時にスリップして怪我をしたり、あとは対向車が来たのに巻き込まれてっていう交通事故の割合が本当に多かったです。交通事故っていつ本当に誰に起こるかっていうのは分からない。車対車じゃなくても自分、まあ、普通に歩いていたら車が突っ込んできたりっていう場合もあります。コロナの影響で、自転車通勤をする人、自転車を購入する人っていうのが増えたそうです。また旅行に行く時もやっぱり公共交通機関っていうのは密集するのが嫌だっていうので、車で少しちょっと遠くても車で行っちゃおうっていう人たちも増えたそうです。私は交通事故の第一発見者になったことがあります。ちょっとその時のことをお話ししようと思うのですが、あれはもう5年よりちょっともう6年くらい前の話なんですが、3月の暖かい、まあ、天気のいい日で道路にはもう雪がない時に国道を走っていて、そこからまあ市道に入るために右折をして、なんかちょっと違和感を感じてバックミラーを見たら、私の後ろを走っていたと思われる車が対向車線にはみ出していて、でその反対車線ですね、反対車線から来たトラックにぶつかった、もう衝突しているっていうことがもうカーブバックミラーで見えたんです。でえみたいな、本当に私その時交通事故を多分目の当たりにする、なんかこう田んぼに落ちていたりとかそういうのを見たことはあるんですけど、車同士がぶつかっているっていうのは初めて見て、もう車を止めてもう駆け寄って、で大丈夫ですか大丈夫ですかっていうふうにこうちょっと声をかけながら、そしたらトラックの方はあんまりそんなに大きなへこみ、まあ、正面なんですけどへこみがなくって、トラックの運転手さんが自力で普通に出てきて、で救急車に電話しましたかっていうふうに聞いたら、いやまだしてないっていうことだったので、私がじゃあ電話しますねっていうふうに電話をして、119番に電話をしました。でそんなかけてる時に乗用車の方の運転手さんがもう頭から血を出して、
転げ落ちてきたんですね。もう痛い痛い痛いってずっと言ってて、で119番かけるのも初めてだったので、でもオペレーターの人が質問をしてくれて、それにまあ順次答えるっていう感じだったんですけども、その時にその状況を説明するんですが、それぞれに今年齢とか、あとどこがどう痛いとかっていうのを電話口の私がなんか聞く感じだったので、運転手さんの方に何歳ですか、大丈夫ですか、頭痛いんですかっていうふうに電話をこう当てながら聞いていました。でそしたらその運転手さんが、子供がって言うんですよ。えってもう私本当になんかもう体の震えが急に走って、もう恐る恐るというか、もうええって言いながら助手席の方を見たら、小学生くらいの男の子が頭から血を出してもうぐったりした状態で、しかもこうトラックに突っ込まれてる側だったので、まあパッと見は本当に挟まれてるような状態だったんです。で頭が真っ白になるってこういうことなんだなっていうふうに思って、なんかもう何を言っていいかわからなかったんですよ。でもあ大丈夫大丈夫ってすごい言ってた気もするんですけど、でオペレーターさんはでもすごい、平常心でどんな状況ですかって聞いてくれてたおかげで、あ今子供がいてってこんな感じ、こんな状態ですっていうふうに話をして、なんかこうちょっと私も平常心で対応できたっていうのがありました。でそんな中で、もう本当に国道なのである程度の交通量があって、2組、夫婦の方とあと家族の方が泊まってくれて、どうしたんですか、何ですかみたいな感じでなったので、みんなで警察と救急車が来るまで交通整理をしようということになったんです。発煙筒っていうのが車の助手席側にダッシュボードの下にあると思うんですけど、それを使うのも初めてで、でもそれがやっぱりあることによって、他の運転手さん、今から来る運転手さんに何があったか、何かがあったんだよっていうことをお知らせする、なのでちょっとカーブで、山の方の国道なので結構スピードを出す人もいるので、本当に二次災害三次災害っていうのを防がなきゃいけない。で自分の車にある発煙筒を焚いて、家族の方の旦那さんと夫婦の方の旦那さんがお互いに誘導して、で、奥さんとお母さんとかの方は子供の方に、やっぱ3月なので外にいるとちょっとやっぱ寒いんですよね。なので膝掛けとかを準備してずっと声をかけてあげてたっていうことが ありました、まあ、幸い子供さんもこうただ意識を失ってたっていうだけだったので、病院に運ばれる時は大きな怪我もなく無事だったので本当に良かったんですけど、でも本当に何があるかわからないなっていうことがありましたし、その時に私は何をすべきだったんだろうかっていうことをその後もすごい考えました。7月から自動車の方のルールも厳罰化されて、まあ、自動車だけじゃなく自転車も厳罰化されました。やっぱ自転車って子供から乗るもので、自転車の事故っていうのも本当に多いですし、自転車が引き起こしてしまった事故、自転車と歩行者っていうのも本当に多いです。高齢の場合だと転倒するだけでも積損になってしまうことがあったりするので、今は自転車の保険っていうのも加入しましょうっていう風になっていると思います。本当に保険の大切さっていうのも私は今回の怪我でより強く思いました。私は保険がなかったので治療費の面とか入院費の面とか、まあ、生活面の面で困りましたし、やっぱ車の場合はほぼほぼ必ずかけてるものだと思うんですけど、自転車の場合っていうのはなかなかかけてない人が多いと思うので、ぜひこの動画を見て自転車を乗っている方、まあ、あと仮にね車に保険かけてないとかっていう、保険をあまりかけてないっていう方はちょっと保険の見直しを、全然営業とかまた関係ないんですけど、本当に保険の見直しとか保険の加入っていうのをしっかり考えてほしいなと思いますし、まあ、そうじゃなくても
車も自転車も安全運転で、走っていただきたいなというふうに思います。で、あとはその自分がもし第一発見者になった時の設備というか発煙筒っていうのがあるんだよっていうことをまず再認識、知ってると思うんですけど、多分とっさになると忘れたりとか気づかなかったりすることもあると思うんですけど、なんかそういう発煙筒とか三角板とかっていうのをちゃんと車に持っておこうっていうことをちょっとなんか今回お伝えしたいなというふうに思いました。ではこんな感じで、今回私の体験をもとにやっぱり交通ルールの大切さというか安全運転の大切さや、あと保険の大切さ、何か起こった時のための準備っていうことを知っていただけたのかなというふうに思います。ではこんな感じでこの動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。